はい、どうも、久保さんです。今日のニュースはこちらということですね。はい、偉いニュース、偉いニュースが中国から漏れ出てまいりましたよ。これ見て、これ見て、中国メディア、上海市、火葬場、フル稼働とうっかり言及。はい、偉いことになってきました。今でも上海ですね、今もうめちゃくちゃなことになってるみたいで、この状況をですね、中国通に隠せなくなったみたいでございます。簡単に言うとですね、今ですね、上海はですね、このコロナを抑えるために習近平がですね、完全な都市封鎖、ロックダウンを行ってますよね。で、このロックダウンがですね、あまりにもえげつなすぎてですね、コロナで死んでしまう方よりもこのロックダウンによってね餓死をする方とかねもう自分の人生に絶望して飛び降りをする方とかですねそういう方でですねこのコロナのこのロックダウンのせいで死んでしまう人が多いわということで、アメリカなんかをはじめとしてですねこれねもう中国のこのロックダウンむちゃくちゃすぎるぞということで、まあ大ニュースになっていて大騒ぎになっているんだけれどもその中国からですね、とんでもないともう予想の斜め上を行くですねニュースがねこれ出てきたという話なんですよね。わかります？火葬場フル稼働でございますよ。でこの状況というのがですねいかに深刻かというのが皆さんわからないとダメですよ。はい、中国といえばですね、中国共産党といえばですね、中国にとって都合の悪い情報は完全封鎖する。もうネット一件一件の書き込みを見てですね、削除していくという、これも情報操作の国、これが中国じゃないですか。その中国ですらですね、もう情報が操作できないというくらいですね、上海市の方々の悲鳴が上がっているんです。上がっているんです。そして出てきた情報が、火葬場がフル稼働なんです。わかりますかこれ。わかるこれ。これね、ウクライナ、僕ね、ちょっと前の動画でですね、ちょっとウクライナ国内でですね、マウリポリでですね、2万人以上の方が犠牲になってしまっているという、とんでもない情報があるんだけれども、これね、上海はね、もしかしたらこれマウリポリとかブチャを超える死者が出てる可能性あると、数日前の動画で私そう言っておりました。まさにそれを証明する情報出てきちゃったんですよ。ほんでね、この情報を伝えていきたいんだけど、これまたね、これすごい情報がまた他にもあってですね、はい、これね、皆さんこれご存知でしょ？白衛兵、はい、紅衛兵というものがですね、中国には昔ありまして、文化大革命の時にですね、この紅衛兵がですね、これね、中国国民をですね、惨殺しまくるとですね、もう偉い事態が起きたわけだけれども、それにちなんでですね、今回この、習近平の言うことを聞いてですね、コロナ対策を行っている奴らのことを白衛兵と言うんだけど、この白衛兵のですね、取り締まりの仕方がもうむちゃくちゃだと、ね、もう食料がなくてですね、死んでしまう、なんとかして食料を手に入れなければということで、自分のマンションから降りてきた中国人をボコボコにするとかですね、もうとんでもない映像出回りまくってるでしょ。これが白衛兵なんだけど、この白衛兵からですね、ついに弱音が漏れ出てきましたね。見てみてこれ、はい、都市封鎖中の白い防護服集団、白衛兵ね、感染しても仕事をさせられるんだということでですね、なんとですね、白衛兵の方の多くがですね、コロナに感染しているということが判明しまして、でも感染したところでですね、いいんだいいんだ、お前らはとにかく死んでも仕事をするんだということでですね、おい殺されてしまうというですね、弱音がですね、この白衛兵の方々から上がってきたと。このニュースもですね、皆さんにお届けしていきたいなと思ってます。あとはね、タイトルだけだけども、これね、もう上海とかね、中国国内がどんだけ大変なことになってるのかようわかる記事がですねあるんで、これタイトルだけ見ていこうか。はい、インド中国人に発行した観光ビザを無効に、コロナ関連措置への報復措置か。これね、実際そうなんですよ。中国国内のですね、これ上海を見てもわかる通り、中国国内のコロナの蔓延具合が尋常じゃない状況なんですよ。でこんな状況でですね、中国人をですね、留学とか働くとかでですね、もしくは観光なんかでですね、インドに入れたら大変なことになるということで、インド政府がですね、中国人に発行した観光ビザをですね、すべて無効にしました。無効にしました。これ知らなかった人意外と多いんですよね。なぜ日本のマスコミほとんど報じてないから、中国様に忖度をして報じてないから、こんな状況でですね、うちのキッシー、アホのキッシー総理大臣はですね、中国人留学生は日本の宝だつってですね、今中国人の留学生をですね、日本にガンガン入れようとしてるんですよ。もうね、もう本当勘弁してくれ、勘弁してくれ、キッシーだ。お前ちょっと本当聞く耳を持ってですね、こういう声を聞いてくれ、岸田という話ですね。まだあるよ。中国混乱具合を表すこの話。上海のテスラ、アップルの供給工場で、なんと数千人が感染。はい。中国にはですね、当然テスラとかアップルにですね、部品を供給している工場があるわけでございますよ。その中でですね、コロナ感染しまくってるんですよ。じゃあね、工場の操業を止めればいいじゃない。でもですね、この工場の操業を止めてしまったらですね、テスラとかアップルから金もらえなくなるでしょ。だからどうなってるのか、この工場の従業員は、風邪であろうと何であろうと、なんと働かされていると。こんなことやってるから、上海のさ、感染で止まらないんじゃないの？しかもですね、ほんで、本当にやばい人たちはですね、これ封鎖されて隔離をされてしまって、まともに食料も与えてくれないということで、このね、労働者たちがですね、もうめっちゃ大騒ぎを始めてるというお話もございますと。もうね、今ね、上海周辺めちゃくちゃなんですよ。みんな今中国行っちゃダメだよ。ほんとね、巻き込まれてどんな状況になるかわからんよ。ちょっと前に TBS の記者の方が家族を連れてですね、上海に赴任した方の記事を伝えたと思うけど、彼らは彼らでですね、もう家族5人、とてもじゃないけど、こんなんじゃ食えないよというような話になってますからね。はい、というわけでですね、はい、ついにですね、中国政府もですね、情報封鎖することが、
難しくなってまいりました。韓国国民の悲鳴、ちょっと聞いていきましょう。まずは火葬場フル稼働、火葬場フル稼働、これネトウヨが言いそうな言葉だけど、これ中国メディアが言ってるんだからね、これ本当に深刻な状況ですよ。はい、行きますね。中国メディア、上海市火葬場フル稼働とうっかり言及。コロナ死者多数か。あのね、コロナの死者とですね、あと今回のコロナの防疫するために、コロナを防ぐための、むちゃくちゃなロックダウンのせいで死んでる方、この、ね、2つが相まってとんでもねえ死者数がもう出てるみたいです。行きますよ。これ本当にびっくりすると思うよ。3月下旬から新型コロナによる都市封鎖が続く上海市、4月の24日新たに51人の死亡を発表しました。この死亡っていうのはですね、多分ね、数嘘ついてると思うよ。本当もっとえげつない数だと思うよ。はい。17日までは死者はゼロでしたが、これまで40万人が感染をしているが、死者数があまりに少なく、政府発表の信憑性を疑う声が高まっていると。いや、そうなんだよ。40万人もですね、感染してしまったらですね、老人の方なんかは 1% くらいの方は、もっとかな、死んでしまう方がいると。40万人の 1% で4000人だからね。そして、このコロナの防疫体制によって何万人かが亡くなっていることを考えたら、とてつもない人数のが亡くなっている可能性あるんですよ。そら、火葬場フル稼働の情報上がってくるわな。はい、上海市のですね、この火葬場のスタッフは、4月の上旬、中旬だ、アメリカラジオフリーアジア、RFA ですね、の電話取材に対して、新型コロナの感染が拡大をしてから、同火葬場の稼働率が大幅に増えたと漏らしたが、具体的な情報は開示をしなかった。中国メディアはですね、この火葬場で起きたトラブルを報じた際にですね、4月の1日から従業員全員が24時間職場に待機をしていると、わかりますか？従業員全員が24時間職場で待機。もうね、職場で寝泊まりをしないとですね、もうあのね、日もさちも行かないというような状況にですね、火葬場がなっているという話なんですよ。はい、これ戦場じゃないんですよ。でも戦場並みの状況になってるんですよ。毎日ですね、深夜12時まで遺体の焼却に取り掛かっていて、現在の死亡者数は昨年同時期比のですね、2倍に増えていると、仕事量の急増を強調しました。記事はその後、大当てで取り下げられました。はい、だから日本人知らないんだよね、このニュースね。はい、4月の22日、ツイッター上のある投稿によると、同火葬場が4月に入ってから1日に800体以上火葬して、下旬になるまでですね、およそ1万6000体を処理したというと、わかるかね？これね、処理しきれていない数がまだまだいる中で1万6000台を処理してるんですよ。何万人亡くなってるの？ちょっと。これもう異常事態だよ、本当に。上海にはですね、この、火葬場を含めて11箇所の火葬場があると。わかりますか？ 1 箇所の火葬場だけで1万6000台を処理してるんですよ。で、他の10箇所の火葬場もフル稼働状態なわけですよ。ちょっと待って、これ何十万人か亡くなってる可能性あるぞ、これ。これ後からね、今後ね、真実の情報明らかになってくると思いますけど、地獄になってる可能性あるよ、上海。はい。このアメリカのウォールストリートジャーナルによるとですね、市内の老人ホームで働く用務員は、夜間に霊柩車6台を見たと。わかりますか？霊柩車6台、つまり6人が亡くなってるんですよね。十数人の遺体を見たとの目撃、あ、なるほどね。1台に2人とか3人詰め込んでるわけか。いやー、怖い。すごいすごい、なんだこれ。遺体を見たとの目撃情報もあるというと。はい、そしてですね、これね、その、コーヒー飲みよ。そしてこのね、習近平のですね、このむちゃくちゃなロックダウンに力を貸しているのがですね、この白衛兵でございます。で、白衛兵からも悲鳴が上がってるんだけど、この白衛兵のですね、この異常な取り締まりの実態をですね、これニューズウェイクさんがですね、明らかにしてくれてるんで、ちょっと読んでいこうか。荒ぶる上海の白衛兵。激しすぎるですね、防疫措置が、コロナ以上に市民の命を奪う実態というニュースでございます。はい。上品で、国際的で、中国人にとっても特別な都市だった上海ですけれども、この厳しすぎるコロナ撲滅運動で、市民が死に追いやられる事態となっていると。はい、そりゃそうですよね。火葬場フル稼働状態でございますからね。何箇所も病院を回ったが、どこからもですね、診察を拒否されてしまった。もうどうにもならないんだ。4月の14日、上海の71歳のバイオリニスト、陳さんはですね、急性なん増水炎でいいのかなの激痛と受診ができない絶望の中で、自宅マンションからなんと飛び降りたそうです。はい、4月の 20日までに、新型コロナに感染して亡くなった上海市民は25人。しかしこの厳しい防疫措置、もう完全なロックダウンによって死に追いやられた上海市民はこれ以上にも多くいるはずであると。何のためにこのロックダウンやってるのかしら。上海市民を死に追いやるためでしょうか。本当にかわいそうだよな。コロナの感染死ではなくてですね、防疫死が上海ロックダウンの現実であると。2600万人がですね、家に閉じ込められ、工場と会社は休業状態、学校病院は封鎖、そしてスーパーと百貨店もシャッターを下ろして、公共交通機関も停止、高速道路も封鎖され、他所からのですね、救援物資もなかなか市民の手元には届かない。はい、もう死んじゃうよねこれね。患者はですね、病院で受診ができず、お金があっても野菜を買えない。陽性者が出たらですね、病院へ強制連行。2歳の子供も例外ではない。はい、
人類史上ですね、もう前例がないですね。大規模スーパーロックダウンで、上海市民の精神的なダメージも非常に大きかった。自殺が続出し、暴力事件も発生。いつも上品な上海人が、今回のロックダウンで台無しになってしまったと、すべての中国人が嘆いております。はい。1842年に開港した上海は、イギリス、アメリカ、フランスなど、欧米諸国の疎開が作られまして、東洋のパリとして発展してまいりました。上海といえばですね、ファッションとですね、品位の代名詞で、中国人にとっては特別な存在であり、上海は中国の上海ではなく、世界の上海だがですね、上海人の自慢でございました。経済特区を持っていて、香港を上回る経済都市でもあったわけでございますよ。常にですね、国際的な視野を持って、科学的な合理性を唱える上海は、コロナのですね、感染爆発後もですね、貿易の優等生でした。しかし、欧米諸国と同じ、ウィズコロナという貿易規制は、ゼロコロナを命じるですね、習近平政権の逆鱗に触れてしまったわけでございますよね。だから、欧米と一緒同じようにですね、コロナっていうのはもうなくならないんだから、うまいことコントロールしながらやっていこうというですね、当たり前の考えをですね、習近平、こんなものは許さない。コロナ菌は一菌たりともですね、この世から撲滅するというですね、このわけのわからんゼロコロナ対策、この犠牲に今上海はなっているわけですね。だから警察の特殊部隊と、人民解放軍を含む3万人以上の貿易部隊、はい、最近はその姿の暴力性から、白衛兵と呼ばれているが、これがですね、上海に派遣をされて、厳しすぎるコロナ撲滅運動を展開しているわけでございます。そしてですね、上海で今行われているのは、コロナ撲滅運動というよりも、経済優先や、ウィズコロナといったですね、欧米思想の撲滅運動といった方が適切であろうと、どれだけ国際的な大都市でも、このね、この中国のこの旗でございますよ。この中国のですね、この、五世紅旗っていうのかな、を形容するですね、上海は、やっぱり社会主義の上海なのだという記事でございますね。そしてですね、このね、習近平の手先であるはずの白衛兵、この白衛兵が今泣き言を言っています。いきますよ。都市封鎖中の白い防護服集団、こちら、こちらですよ。感染してもですね、仕事をさせられる中国、大変、白衛兵は白衛兵で大変、ロックダウンを繰り返す中国では、全身を白い防護服で覆った、黄白と呼ばれるですね、貿易スタッフが、頻繁に目撃されるようになったと、PCR 検査や封鎖状況のですね、監視、陽性患者の輸送など、その業務は多岐にわたっております。政府側の人間として、市民から罵声を浴びられることはしばしばだが、彼らもですね、過酷な日々を強いられているんですよ。分かってくださいよ。彼らも中国、習近平にはね、逆らえないんですよ。だって逆らったら人生めちゃめちゃなっちゃうからな、かわいそうね。はい、アメリカのですね、公共ラジオはですね、そんな感染対策の一線で働くですね、彼らだ、白衛兵らを取材して、その実態が浮き彫りになってきました。不動産会社の営業マンだったチンさんは、4月からですね、白熱患者の1万5000人をですね、収容するための上海の臨時隔離施設で働くようになりました。中国共産党政権は昨年から不動産業界への規制を強化したため、倒産した会社が相次ぎました。チンさんもですね、その影響を受けたね、倒産してしまった会社の一人なんですね。だから働くためにはですね、白衛兵になるしかない、そんな状況なんですよな。トレーニングを受けたですね、検査の専門知識はなく、捜査にも不慣れだったというと、完全にド素人がですね、この貿易体制の中に入っているということですね。陳さんは同僚らと共にですね、雨漏りをする部屋で寝泊まりをしていると、かわいそうに、なんかウクライナの方を思い出してしまいますよね。部屋にはですね、水道水も飲料水もない。派遣会社にはペットボトルの飲用水を求めたが、上司から、近くの川の水を飲めと言われたというと、マジ？すごいね、川の水を飲めだって。これ本当よ。これが中国の実態よ。劣悪な環境の中で働く自分も感染するのではないかと心配をしているとね、陽性と確認をされた同僚の隣で寝ているというと、要するに、コロナにかかった同僚の隣で寝るんですって。他に場所がないから。感染してもスタッフは休むことができず、隔離施設の外で、ゴミ収集、ゴミ拾いなどの仕事をしていると、陳さんのようなこの大博はですね、季節性労働の需要に応じて各地を転々とするそうです。だから感染止まらないんじゃないのね。農耕からのね、こう出稼ぎの労働者ですねのようであると、あるですね封鎖区域から別の区域へと絶えず移動し、人手不足が生じたところに派遣をされると何回も言う。だからコロナの蔓延止まらないんじゃないのかな。深圳市でですね、PCR 検査や住民の脱走を防ぐためのマンション監視などのアルバイトをしたですね、リョさんの場合はですね、仕事は1日6時間の2交代制で、収入は1日約ですね1万2000円だったというと、通常の収入の2倍ではあるが、仕事は不安定で時には危険な作業もあったと。上海に到着をした後、劉さんの雇い主である派遣会社はですね、彼の賃金の大部分を仲介料として差し引いてしまいました。騙されたと感じた劉さんはですね、17日仲間100人と共にですね、この上海市のですね、区の政府庁舎前で抗議活動を行ったが、公共の秩序を乱していると言ってですね、追い払われてしまったそうでございます。かわいそうだね。仕事にありつけない元同僚からは、都市封鎖で上海を離れられないので、鉄道駅内でのですね、寝泊まりを余儀なくされていると。
ど、もうほぼ不老者じゃねえかよこんなの。はい、ロックダウンの上海で住民に威圧的な態度を取ったり、住民を無理やり連行するなどしているため、市民は政府への批判の矛先をこのね白衛兵に向けているそうでございます。この市民と白衛兵がですね衝突を引き起こす動画がですね数多くネットに流出してるでしょ。でそうだよね、うん、ある白衛兵にですね感染が確認されたが、彼が働いた隔離施設は、受け入れを拒否したと、複数の施設をですね転々とした後、倉庫のような小屋に入れられたというと、はい、自ら隔離施設の勤務を申し出たが、まさかこんな扱いを受けるとは思わなかったという話でございます。はい、ということですね、もう上海分かれます。これに加えてですね冒頭言いましたですね、はい、インドはですねもう中国人よインドに入ってくるのということで観光ビザ全部無効にしました。日本もこれやるべきだと思いますけどね。そしてテスラとかアップルの供給工場、こちらでもですね感染が超絶蔓延しています。もうね数千人がですねこれね感染してるんですよ。確か3000人だっけ、うん、それでもですね働け外貨を稼げということでですね働かされていると。そして咳が止まらなくなってですね、重症化したらですね、寮に放り込まれて、そしてほったらかしにされていると。もう食料も何も供給ないんだって。はい、これが上海の今の実態でございます。えげつないことになってまいりました上海。ということですね、これね上海のこの状況というのは今後もお伝えしていきたいと思うのと、あのねほらあのねほらおぱよのさおぱよの玉川通るとかね、あのテレ朝の玉川通るとかがさ、あのもっとロックダウンを強化しようじゃないか、そしてですねあの PCR 検査もガンガン増やそうじゃないか、中国でですね言ってましたよね。あの通りやっていたら上海みたいに日本もなってたんです。ほんとね玉川はちょっと謝れこの野郎、ほんと危なかったよね日本ということでですね、このね中国のこの上海、これねあの今中国はですね必死で情報封鎖をしているんですよ。でもね情報封鎖をですね、あのこの網目から漏れ出てくる情報が上海市火葬場フル稼働とかなんですよ。わかるこの深刻さ。これね、ウクライナと同レベルでやばい状況に上海はなってると思います。このね情報でですね、また興味深いものが出てきたらですね、皆さんに大急ぎでお届けしたいと思いますので、もしよろしければチャンネル登録をお願いします。というわけで熊さんの動画を終わりたいと思います。バイバイ。